はい、今日は、エスパルス戦ラスト8試合となりました。アベー早いね、早いね。夏戦前、大事な試合が続いております。前節は引き込んで久しぶりに勝ちました。なので、今日はその勢いを取ってきて、まあ、実質予備してのハイもありましたけども、まあ、リーグ戦ということでしっかり、どうだ残留圏に近い、はい、エスパルスを叩いて、下との差を開けていってやっていきたいなというような意気込みでございます。はい、本田君どうですか。いや、やっぱり今日は涼しいっす。そうです、どんな応援しますか今日は。いや、まあ、ここはここで独特なスタジアムの形してるんでね、そういうところもやっぱ楽しんでできればと思います。そうだね、サッカーゲーム見てる感じになるから。いや、本当上から見下ろす感じになるから、どんなサッカーをしてるかっていうのはすごい今日は見やすいサッカーだと思います。で、今日は富士山が見えてませんが、日本一の応援をやっていきたいと。見えてたんですけどね、富士山。そうね、見てたけどね、綺麗に隠れちゃいましたね。まあ、今日ね、9月23日、日本一の応援をして勝って帰りたいと思います。今日もよろしくお願いします。お願いします。